なるお。はい、なるおでございます。今年最後の釣り納め企画、秋田県この浦漁港に来ました。はい、なぜ車の中で撮影しているのかというと、はい、私がヒラメを釣ったせいで、ただいま秋田県がとんでもないことになっております。ちょっと見えます？これちょっと窓開けてみようか。あそこ潮吹いてるんですよ、これ。ほら、あそこ、ここ、ここ、やばいです、やばいですよ、これかなり風が、やばいやばいやばい、これダメだ。はい、うわー、これやばいですよ、これ。ちょっとね、かなりやばいですよ、こういう感じでね。はい、ねえ、雨がもうこういう台風がっていうくらいの勢いです、今。はい、ねえ、これあれ水たまりすげえのかな、外に出たっていいけどね。ちなみにあれです、隣は喫茶さんです。うわ、やべえ、窓開けるもんだね。うるせえよ。はい、ということで、もうこういう感じで、もうとりあえずね、現在ね、もう11時です、夜の。はい、とりあえず2時くらいから雨が収まるみたいなんで、ちょっとそれまでちょっと車で待機ということで、はい、そういう形の、はい、2022年最後の、はい、はたはた釣りでございます。ということで、最後頑張ってやりましょう、皆さん。じゃあ行きますよ。Are you ready? ってさあ行くぞ。ヒサさんがやった、この雨の中でヒサさんがやり始めた。今しかない。でも着底も何もわかんない。やべえ、ヒサさん後ろの姿がもうすげえよ、勇士が。唯一やってんの俺しからね、今。やばいでしょ、それで釣ったらすげえよ。もう一回、これ向かい風でしょ、だってこれ思いっきり向かい風です。威力半端ねえぞ。やばいでしょ、ちょっと。いやー、で風だって落ちても 10m でしょ、今風速15降ってるんだけど。やばいやばい。釣れたら重たいですけどね。うん、釣れたらみんなやるよ、多分これ。さあ、どうでしょう。何メートル飛んでんの、それ。15ぐらい。で、だよね、だよね。ちゃんと着水地点を見るの。だって去年のだって半分も飛んでないよね、多分ね。はい、あの後ろに思いっきり振りかぶって投げれないんで。ああ、そうだよね。自分の車もあるですね、はい、車あるし。はい、今の唯一の取れ高はヒッサさんのこの勇姿だけです。やばい、もう出だしのあれがもうやばいよ、もうこれ。いや、でもここで釣ったらかっこいいよ、でもヒッサさん知ってますね、俺もうやめようかなと思ってます。俺は
2時まで待った方がいいと思うよ。はい、今度今度はい、ゆうたさんも出てきました。来た、ゆうたさん、ゆうたさん来た、ゆうたさん。さあ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 、ということでなんかもう広げてやってるよ。さあ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 、もう風がやばいよね、もうそうだ。やばい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 。さあ、僕の車の前にゆうたさんが来ました。さあ、どうでしょうか。そんなことでこの強風で頭をサギサギガイド絡まったから。あ、なんだ、みんな動き出したね。隣の人も動き出したぞ。やばい、じゃあ俺もこんなこと車の中で防寒差決めてる場合じゃないよね、これね。はい、ということでね、この本人がね、釣らずにね、追われるかということで、俺も竿出しましたよ、ちょっと。さあ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 。いやー、これ結構きつくね、これ。さあさあさあ、ちょっと投げてみたいと思います。ほっ！いやー、これ結構きついよ、とりあえず、ハタハタサビキ。ねえ。はい、ちょっと風強いんでね、今回ちょっと 1.8 メーターにしました。本当はオーバーツヤでやろうと思ったんですけどね、ちょっとね。はい、で左巻きちょっとやりづらいんで右巻きに直したいと思います、これは。はい、いやー、これきついぞこれ。いやいやいや、これダメだダメだダメだ。ちょっと一旦これ右巻き直します、これ。はい、ちょっと右巻きに直しました。もう行きましょう。もう手袋もしますね、すでですよ、もう。さあ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 、ほー、おー、やばいやばいやばい、風がやばい。糸吹きやばくないですか、これ。ちょっとやばいんだけど、ちょっとまずいで。さあ、ちょっとね、なんだこれ、木ねえ、着底も何も分かりませんよ、もう。いや、これ 1.8 メーターで、多分この長さの吹きは扱いやすいですよね、この風だったら。3メーターとかこの長さ絶対無理。俺 1.8 メーターでなんとかだもんだって。さあ、ということでね、この二作りで、はい、とりあえずね、ワンチャンプラグ投げたらシバス来たりするんですかね。サイレントサスなんかこの辺の向こうで投げたってあれだよな。さあ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 、おおおおおお、これなんだよ、ゴミだよ、ふざけやがって。ホンダワラですよ、ホンダワラ。俺一緒来たかと思ったのに、マジなめてんだけど。おー、一瞬期待したのにな。やべえ、風がやべえ、風が。さあ、ダメだ、流される。もう左に思いっきり流されるっすね。こういうような煽りっすね。いやー、風がやばすぎるこれ。でもあれ、やっぱ無謀なんすかね。もう釣れ、あれ釣れですかね、あっち。はい、ちょっと釣れてるポイントがここだったんで、ここ来てみました。風が思いっきり向かい風、ね、やばい。これも悲しいね、これ。もう何やってるか分かんねえんだけど。作手が取れてるのか、もう。ああ、どうですかね。いや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 。もうやべえ、雨がやばい。
来るだけだけど全然来ないな。はい、とりあえずね、今一旦車戻ってきましたということでね、ちょっとびしょ濡れでね、風強くても何やってか分かんないんでね、ちょっと一旦状況良くなるまで一旦車でちょっと寝てないっていうのもあるんで、ちょっと一旦仮眠取りながらちょっと乾いたちょっとね服を乾かしたいと思います。はい、ということで、ね、ちょっと俺は一旦休息を取りましょう。おはようございます。今起きましたということで、もう間もなく6時です。はい、もう波がめちゃくちゃ強くて、はい、今雪が降ってます。今度は雨じゃなく、はい、とりあえず今からちょっとお湯でも沸かしてカップラーメンでも食べたいと思います。はい、とりあえず朝ごはんということで、今お雑煮を作ろうと、はい、カフェなるほどございます。この風速15メートルなんかこんなことになってます今。あってダメでしたか。ダメです、誰も連れてないんで。誰か連れてたら頑張れるんですけどね。うん、お父さん今頑張ってやってましたけど。とりあえず少しのお雑煮をまず食べましょう、これで。はい、だいぶ明るくなりましたね。とりあえずね、今、はい、みんなでお雑煮を食べて、はい、早速ちょっとやってみたいと思います。なんかちょっと、あ、さっきそこに鳥山できてたということでね。さあ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 、明るくなったからあれだよ、いよいよ今日からが本番ですからね。とりあえずやってみたいと思います。さあ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 、ということでね、本当はオーバーゼアでやろうと思ったんだけど、もうね、風強すぎて、もう短い竿で今日は、はい、やりたいと思います。とりあえずね、大きく探って、フルロックだね、フルロックで、ね、もう日差さも出てきましたね。さあ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 、もう朝はね、夜やった時はあっちでやってたんですけど、あっちがもう集中的にですね。ああ、波だけあんな、もう遠い、本当の遠いですよこれ。うん。いやー、降ってこねえかなー。あとね、明るくなってきたんで、風強くても多少は、あともなるかなと思ってます。あっちはね、連れてはいらんですけど、人工密度がね、広くてね、投げることもできないんで。ちょっと待ってて、もらうから。入れ物は、あっとね、車がごちゃごちゃで、もう本当にお見せするのが恥ずかしいような。さっきも喜多さんがね、落ちてるのを拾ってきたんですよ。でね、今日ははたはた拾ったところじゃありません。はい、逃げ、はい、もうオーバーゼア出しました。もうさあ、ということでね、もう届かないんでね、あの潮目とかのところに、とりあえずもうオーバーゼアでもフルキャストっすね、もう。いやー、飛距離は出るけど、これこれ、この風でこの長さのロッドってやばいぞ、これ。うわー、これ、うわー、やりづらー。
移動してきました。なんかちょっと移動してきたんですけども、風は強いわ、もう湯気は降ってくるまで車から降りたくありません。今ポンさんあっちで頑張ってやってます。はい、とんでもないけど降りる気分になんないよ。あ、ゆうたさん今行った、車で行った。あーもうダメ、寒い。もうとんでもない釣りを食べてこれも。はい、今酸化止めちょっとパソコンしときましたけども、おう、うお、激荒れです、激荒れ。これやばい、やばいです、風はやばいです、もうもうやべえやべえこれ。いや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 、ここで釣れたら笑うけどね。いや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 、もうどこで釣りしたらいいのか分かんないぞこれもう。はい、ということでもうこっちはダメなんで、もう坂田北港に行くということで。もう場所移動ですね、場所移動。当たりなし、コンさん。やばいもうこれ、お釣りの場所に来てるから坂田に移動しますんだ。はい、坂田北港に来ます。もうやば、食べられない、食べれません。もういやーこれどうなんだろうね。おお、やべ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 、おお、どうどうどうなんだろうこれ、よいしょ。あ、でもこの裏よりはやれんじゃないこれ。やべえ、ザッパーってきてんだけど。これ投げつぶきの雨なのかな。みんなこの風で心が折れてる。もう宮城に戻るかっていう。これ風やばいよ、波。風がやばすぎる。車動くんだから。タイヤ動いてるよちょっと。一旦車に行って、ちょっと、あれだね、ミーティングだね、これ。ここに行きますよ。ただ、何、ご飯食いに行くの？はい、ご飯食べましょう。とりあえずご飯食ってミーティングってことだね。じゃあ、一旦行きましょうか。はい、はい、一旦みんなでご飯食おうかということで、坂田の港一番来ました。とりあえず、ちょっとこの辺をプラッと見て、ね、ちょっと、どうするか考えたいと思いますよ。はい、ご飯食べてますよって。この後神ポに行くことになりましたって。はい、日本海から太平洋に来ました。坊主で終われないんで、やっぱり釣り納めは神ポで最後ね、みんなで全員やんだぜ。おお、見た見た、ね、お、サコだ。さすが、ここに来てもサコ。よし、います。俺がバッテリー交換しないで釣れちゃったんすね。
おーなんだこれ、おいなめだ、やったー、おいなめ釣った。